どうも、パフォーマンストレーナー、孫之介です。さあ、今回はですね、エンチームさん、なんか休みなしにギャンギャン出してくれますよね、エンチームさんは。なんか大丈夫なのかな、こう日韓でね。なんかあの、ロッキンジャパンも出てたんでしょ本当になんか、ねえ、フジテレビの番組もそうですけども、ねえ、常に出てるからね、本当に体調壊さないでほしいですが、はい、では行きましょうか。青嵐。 おいうわこの距離ちょっと僕わかんないわあんまり顔がこれはあれだねあのうまくんだっけまきくんだごめんなさいまきくんでこのピンクの子が誰なんだろうなうまくんだろうかな ちょっと待ってパフォーマンスフォーカスうん相変わらず低さ高さ取るよね本当にエンチームさんは一番なんかもう手抜かないっていうもう本気っていう感じのグループですよねこれは K 君だろうなこれはすごいわかるわ うんこれ風磨くんでしょうすっごいね体のアクセントがうーんおいこの距離で見るのも新鮮っすねヒットかっこいいね今のドンおい ニコラス君かな、この赤い髪。シャンクスみたいじゃん。<laughs> うおー、走ってんな、もうちょっと。なんか曲調が柔らかいからですけど、やっぱりパフォーマンスが鋭いですよね、チームさん。うーん。うお。ケイんすげ っていうかさ、これさどどこにどうインプットされてんでしょうね、このエンチームさんのこのミュージカル的なこの振り付けほんとにどんだけの脳のキャパシティ持ってんだろうっていうすごいっすよねほんとあこれはあれだ、ね、ジョー君。ええー、いおいおお エンティーさんらしいね、この足音がね。えーい。もう、君ま君、コメントにもありましたけど、スタイルの良さね、大丈夫、これ。もう、なんか、女性も、なんか、会うの緊張しちゃうな、こんなのね。僕でもそうですけどじ、いるの,この、こんな人類っていう。 ジョー君もそうですけどね、顔の小ささとね背の高さ。おい。おい。これ多いよね。ブ、う、ン、ん、うん、この動き。うん、アイスめっちゃくちゃダイナミック、ケイ君。くん Here, here. Oh、my God. すごいね。この健康体の稼働素晴らしいですね。おい。なんかこう足クロスにして立つのなんかエンティームさんらしいよね。なんかこういう感じ。なんか エンティムさんの振り付けってなんかこうなんか歌詞にすごくこうなんで意図を持って動きになんかこう意図があるというか歌詞の意味合いがあるというかなんかそれをすごくなんか表現してる感じがしますよねすごくうんってフローだったりとかガガガって言ったりとかねもうどんな体のスペックやっちゅう話よふスタンスも広いしねどげれ でも本当ね僕とかってあんまりこう分かんないですあの。リアクションしてる方がどういう風な観点でリアクトしてるかちょっとよく分かる僕はあまり見ないんですけど何でかと言っていうとんかいつも言ってるよりそういった人の意見が頭に残るとちょっと寄せるように喋っちゃうからあまり見ないようにしてるんですけどか僕が見てるとこれだけの動きというかエネルギー使って。 こう日常で何をモチベーションとして生きてるのかなってすっごい気にななるよねなんでかって昨日とかも正直ね僕ここの福井県に戻ってきてあまりこうなんていうのかな寝てたことがなくてあまりそのうんとこうゆっくり気持ち的にできることがなくてそれでやっぱり人前に立つわけじゃないですかグループレッスンで,で。この年になって あのレギュラーというかレギュラーでこう体使うレッスン僕大体レギュラーレッスンで体動かすと大体心拍数178以上でピークパフォーマンスの時はずっと喋ったり動いたり調子いいとやっぱり18090っていったりするんですけどまあちょっとねまだまだこう福井県で提供しているなんていうのエクササイズの強度がまだまだ低いから僕の心拍数もそんなに上がらないんですけどまあまあな心拍数で動くわけじゃないですか。 なんだろうやってる最中とかもこう頭の中でこう二分化してて多分ねエンティームさんじゃないけどステージ立つ人たちもそうだと思うんですけどすごく体力が枯渇してくるともちろんアドナリンレベルも上がってくるんだけどやっぱある程度の,この時間ってあるじゃないですかアドナリンブワー出てくるっていうことはもっともっとこう体に与えるストレスレベルというかそれが。 どどんどんこうアドレナリンのレベルとこうマッチして段階踏むように上がっていかないとどうしてもテンションをキープするというのはすごく難しいんですけどだからそのアドレナリンがバコーンとスパイクしていく中で体力が枯渇していって,いってこう何を原動力としてねずっとピークパフォーマンスを維持するかってすごく気になりますよね。 うん、特にこのエン t e a さんの場合だとなんでかって言ってやっぱそのもう移動の幅とかスタンスのこういう広さ広,広さ取るっていうことはやっぱね、まあ、体使う人だったら分かると思うけどダイナミックな動きするからこそなんですけど僕とかだと僕とかなんでも45分決められてるからピークに達してもなんかこうなんだろう もういいいわっていうもうもなんかもう次のこと考えないでみたいなそんな感じでもう動いちゃうんですけど彼らの場合ねずっとこれからあるわけですよ2公演とかねそこからまた撮影とかあるからねすごいと思うよ。 アスリート並みにアスリートってオンオフがあったりするし確かにやっぱ今オリンピックねやっと終わったあれ終わりましたけどもそのピークパフォーマンスに持ってくるための,その準備だったりとかそ,うやっぱそこにコンディションを整えていくっていうのはあるんですけどまたアーティストって結構長いじゃないですかオフ期間が短かったりとかその区間に撮影があったりとかほんとプロだよね。 うんこれ多いねごめんなさいこのパフォーマンス前見てたらごめんなさいなんか見たことあるような気がする <laughs> ないかもしんない <laughs> あの皆さん泣いてください基本的に僕もう見たら全部パーンと忘れるタイプなんで多分おこれはいいペアですね K 君とふうま君

この姿勢のリカバリ綺麗ですね。おい、なんかこの振り見たことあるね。でもないいですね。ステージパフォーマンスはまたこれもこれで面白い。うん、すっごいね。この あれ足のねえー、いうーんと怪我しないでほしいけどこれタキくんかうーんうーんからニコラスくん痩せたよね痩せた うん、痩せたね絞れたっていうより痩せたねあの絞るってまた違うの絞るっつうのは筋肉量を維持して絞ろうとすっていうこと絞るっつうんですよね痩せるっていうのは全体的な密度が落ちること痩せるっつうんですよねだから女性の人たちって気をつけた方がいいよね痩せあの絞るっていうところにフォーカスした方がいいよね痩せるってなると 全体的に密度落ちるから代謝落ちるからね太ってっちゃうからねリバウンドするからね痩せると太りやすくなるからね絞ると大変なんですけど絞る方が技術がいるからね、うん、でこれどっから絞るって気をしてるかっていうとやっぱ絞りっつってまあ原料期に入ってくるとみんな絞りに入ってくるのでだからその絞るっていうのと痩せるっていうのはちょっと違いがあるから皆さんも気をつけた考え方的に気をつけた方がいいですなんでか あの頭の中で絞るっていうことと痩せるっていうことこれ大きな違いがあるっていうことを少しだけ脳裏に入れていくといいと思います痩せるっていうのは全体的な密度が落ちるっていうこと絞るっていうのは筋肉量が維持できていて脂肪を落としていくある程度そういったところにフォーカスねもちろんね脂肪も落ちれば筋肉量も絶対落ちるんですよ絶対なかなかそんな人間パーフェクトじゃないしどんなプロのビルダーさんでも筋肉量100%維持しながら 筋肥大しながら筋肉あの脂肪,や脂肪を落とすなんてそんなのむ薬使わなきゃ無理、うん、生理学的に無理だってエネルギー消費するんだから脂肪を燃焼するってことはエネルギー使うんだからエネルギー使うって三大栄養素を使うわけでしょ糖分だったり脂肪タンパク質アミノ酸だって分解分解されるし そう特にやっぱりピークな結構激しい運動をするとアミノ酸の方の分解が激しくなっちゃうんですよ例えばアーティストさんとかもそう腕とか細いでしょ男の子とかもやっぱねアミノ酸落ちていくんですよ、うん、でそれを維持しようと思ったら筋トレしなきゃいけないんだけど筋トレしてる時間もないしむしろ無駄だしそんなここら辺のテンションばっかり極めてたらどんどん力み強くなっちゃうからね大事なのがねやっぱりアミノ酸の摂取量を多くすることだよね タンパク質を多く取ることでそれで EA とかも,もちろんね彼らは必要かもしんないね思うけど一般の人は EA なんて絶対必要ないと思うけど彼らは必要だと思うこまめに取っといた方がいいよねちょっと高いからねえー、きいきですよね Anteam さんっぽいううもうここまで絞ってくるからね くん前見たねえい、ー、でもやっぱなんかステージパフォーマンスの方が迫力あるねこれイヤモリつけてるのがんかあれですよねやっぱ曲音感が深くこう捉えるか何かもっともっと体の使い方ダイナミックな気がするんだねおやっぱ音が反響するから きれいですね、揃いえ方がうん。素晴らしい。うーんいやー、本当に健康を維持してね、これだけのパフォーマンス、なかなか日本人で出す人たちいないから、頑張って、うーん欲しいですね。いい人生 送ってるでしょうけどねもう彼らもう自分たちが一番うれや,、ね、やりたいことがやれてるっていうことは素晴らしいことですからただ最近ねあの全然彼らには関係ないですけどね他のグループでちょっとデビューしたてですけど心やられちゃったっていう子もいるからねなんかそういったわねなんかいじめるような大人もいるわけだからね強く生きてほしいですねそれでは。